ヘンリー・ジョセフ・ダーガー・ジュニアは、作家、画家、芸術家、掃除婦・非現実の王国で、の作者。誰に見せることもなく、半世紀以上もの間、たった一人で1万5千ページもの作品を描き続けた。死後、アウトサイダーアートの代表的な作家として評価されるようになった。たった一人で誰にも知られることもなく、作品を約60年間作り続け、 1, 1万5五千ページ以上のテキストと300枚の挿絵から物語が生み出された。極端に自閉的な生き方から生まれたこの創作は、死後40年を経て美術館への収蔵が進んでいる。2001年には全著作と挿絵26点の収蔵に伴い、アメリカンフォークアート美術館にヘンリー・ダーガースタディセンターが開設され、研究が本格化した。二千十二年には、 ニューヨーク近代美術館とパリ市立近代美術館にまとまった数の作品が所蔵された。ダーガーは今日、アウトサイダーアートの歴史の中で最も有名な人物の一人になっている。毎年1月にニューヨーク市で開催されるアウトサイダーアートフェアではオークションで独学のアーティストの中で最高の作品の一つとなった。彼の作品は 現在、75万ドル以上に上っている。彼の作品に関しては、ジェシカ・ユー監督の映画、紀元日の王国で、ヘンリー・ダーガーの謎で一部を確認することができる。1892年4月12日、イリノイ州シカゴ市内24番街350番地の自宅で生まれる。父ヘンリー・シニアはドイツからの移民で仕立て屋を仕事にし、長男ヘンリーが生まれた時すでに52歳だった。 母ローザは30歳、ウィスコンシン州の出身だった。1896年4月1日、4歳になる、直前に聖母と死別。死因は女児を出産した、際の感染症だった。また、妹は里子に出される。後にヘンリーは自助伝で、自分には、母の記憶がなく、妹の顔も、名前も知らない、と書いている。母の死と妹との別れは、 幼いヘンリーの心に深い傷を残した。その後ヘンリーは父と二人でアダムス通りに死165番地のアパートで暮らしていた。父は足が不自由だったにもかかわらず息子の面倒をよく見た。父親が入れるコーヒーは美味しく、親子は幸せな時を過ごした。ドイツ生まれの父は教育熱心でヘンリーが学校に登る前から読み書きを教えていた。 近所の聖パトリック教会に付属する小学校に入学したヘンリーは読み書きができたので3年生に飛び級した。入学する前からすでに新聞も読めた。だが8歳で父親が体調を崩したため旧貧院生、オーガスティンホームに入り、ヘンリーはカトリックの少年施設自費深き聖母の伝道団で過ごすことになる。慈悲深き聖母の伝道団は孤児院だった。 独立記念日やクリスマスの祝日には父が訪ねてきた。施設に暮らしながら地元の好きな公立小学校に通い始める。頭が良くアメリカ南北戦争の歴史に興味を持っていた。ヘンリーは各地の戦闘における死傷者数の数について教師と論争するほどだった。しかしこの頃ある兆候が見られるようになる。口や鼻から奇妙な音を立てるようになったのだ。そしてクレイジーと あだなされる。さらに著しい兆候が見られたようで、医学的検査の結果、障害児の養護施設に送られることになる。1904年、11歳の時に、リンカーン精神白弱児施設に移る。この施設は1200人もの児童を収容し、その多くが重度の精神地帯だった。知的能力が高かったヘンリーは、敷地内にある学校に通った。 そこでの規則正しい生活は性に合い居心地は悪くなかった。夏になると農業に来自然に触れたが、ヘンリーは生活環境が変わるのを嫌がった。1908年3月1日、15歳で父が死去したことを施設で知る。ヘンリーは悲しみに打ちひしがれる。1908年の8月、自分を助けに来てくれる人は、もう誰もいないことを悟ったヘンリーは、脱走を試みる。 二度の失敗の後、脱走に成功。イリノイ州中央部ディケーターから100キロもの童貞を歩いてシカゴに戻る。脱走したのは農場に働きに行かされた腹いせもあった。だがその後は孤独な暮らしが待っていた。ヘンリーは院を出たことを後悔する。シカゴに戻ったヘンリーは名付け親を頼り、その世話で聖女セフ病院に住み込みで働き始める。仕事は床吹き。 この後54年にわたり、ヘンリーは3つの病院を転々として、清掃、皿洗い、包帯巻きなど、アメリカ社会の底辺で低賃金の職に就く。さらに病院中の人に、院にいたこと、クレイジーと呼ばれていたことを知られる。1922年、聖ジョセフ病院を辞め、グラント病院へ移る。聖ジョセフ病院の宿舎を出ると、ウェブスター通り1035番地で、 ドイツ移民の夫婦が営む独身者用の下宿に曲がりする。そして32年には、同じウェブスター通りの851番地の家の3階に、ある鹿島に移り、人生の残り40年をそこで過ごした。20平方メートル1.5軒の小さな部屋だった。年老いて階段の上り下りができなくなると、大屋の姉さんラーナーに、カトリック系の老人施設に入れてくれるように頼む。 1972年11月末、ヘンリーは父親と同じ生、オーガスティンホームに移り、翌年4月13日に亡くなった、81歳だった。近所の人たちは、ダーガーのことを人付き合いが悪く、みすぼらしいみなりのホームレスみたいな男としか記憶していない。ひび割れたメガネを伴走口で止め、くるぶしまで届く長い軍用コートを着た老人。また、 ゴミをあさる姿も目撃されている。稀に口を開けば、天気の話しかしなかった。タイカ姉さんの未亡人、キヨコの話では、近所の人たちからダーガーを追い出してほしいと言われたのも一度きりではなかったという。そんな時姉さんは、そっとして置いてやりなさいと答えたそうだ。ヘンリー・ダーガーの死後、部屋の片付けに入ったタイカ姉さんが目にしたのは、40年分のゴミとジャンクの集積だった。 十字架、壊れたおもちゃ、テープで貼り合わせた、いくつものメガネ、左右不揃いのボロ靴、旧式の蓄音機に、レコードの山、紐で束ねた新聞や、雑誌の束は天井に届くほどに積み上げられ、床には消火薬の空瓶が転がっていた。トラックに大分のゴミを捨てた後、姉さんは、ダーガーの旅行カバンの中から、奇妙なものを発見した。花模様の表紙に、金色の文字で、 非現実の王国でと、題名が記された。原稿15冊だった。さらに、物語を図解する絵を閉じた。巨大画集が3冊。数百枚の絵には3メートルを超える、長いものもあり、粗悪な紙の面と、裏、両面に描かれていた。ヘンリー・ダーガーの秘密のライフワークだった。身寄りのない下宿人が残した、迷惑なゴミ。普通の大家だったら捨ててしまうに違いない奇妙な、白物に、 ケウな芸術的価値を見抜いたのは、大河姉さんの目だった。姉さんラーナーは1913年生まれ、シカゴバウハウス派の写真家で、優れた工業デザイナーだった。第二次世界大戦中は、海軍で、照明やカモフラージュのコンサルタントを務め、戦後は、家具や、日用品、玩具のデザインに携わり、イリのイ工科大学で、デザインの教師も務めた。 ダーガーの遺作の偶発的発見者となった姉さんは、著作と絵、そして部屋を4半世紀にわたって保存し、美術関係者や研究者を招き入れて、1997年に亡くなるまでダーガーのライフワークの進化を問い続けた。作品が人々の目に触れるようになると、孤独な男が記したファンタジーが人々の心を揺さぶった。ダーガーの創作物は、死後40年を経て、 美術館への収蔵が進んでいる。2001年には、全著作とし絵26点の収蔵に伴い、アメリカンフォークアート美術館に、ヘンリー・ダーガースタディーセンターが開設され、研究が本格化した。2012年には、ニューヨーク近代美術館とパリ市立近代美術館に、まとまった数の作品が所蔵された。ヘンリー・ダーガーによって集められた子供たちの多くの新聞写真の一つである。 シカゴで1911年に5歳で殺害されたエルシー・パルーベックの写真。わびしい現実を捨て、彼がそこに生きることを選んだもう一つの世界では、心躍る冒険や、大義のための戦争、清らかな少女たちの友情、そして神との格闘が繰り広げられていた。60年間、人知れず、記した物語は、非現実の王国として知られる地における、ビビアン・ガールズの物語。 子供奴隷の反乱に起因するグランデコアンジェリニアン戦争の嵐の物語と題され1万5000ページを超えるタイプ原稿に巨大な挿絵が添えられていた。それは作品として意図されたものではなく彼がそこで生きるために創造した領域だった。ダーガーが路地裏でゴミを砂取っていたのはイメージをコレクションするためだった。40年間溜め込んだジャンクの中でも際立ったのは 印刷物である、自動用の塗り絵やいろいろな雑誌を束にして、紐で祝え、お気に入りの新聞漫画は、貴重面にスクラップブックに貼り付けて保管していた。自分には絵が描けないと思っていたダーガーは、未だ不可視の王国を絵画化するための素材やアイデアを貪欲に集めていたのだった。王国の登場人物のモデルになりそうな人物のポートレートや、 王国で起こる戦闘や自然災害の惨状を描く手本となりそうな写真や挿絵を常に探していた。初期の絵は切り抜いた図版に彩色したり解説を書き加えたりすることから始まり、やがて漫画の小回りや吹き出しを用いて話の展開を進めることも発見した。73歳の時、掃除人の仕事を強制的にやめさせられできた時間で自伝も執筆している。 ダーガーは孤独の中に生きており、職場である病院と教会のミサに通うたは、自宅アパートに引きこもっていた。性は、ダージャーと日本語で表記される場合もあるが、会話を交わしたことのある数少ない隣人も、異なる発音で彼の名を呼んでいた。映画は、生前のダーガーを知る人物へのインタビューと本人の自伝を組み合わせつつ進むが、本人の性の正しい発音や、 なぜ作品を書き始めたのかなど、不明な点も多く残されている。アパートの大屋で、アーティストでもあった姉さんダーナーに、持ち物の処分を問われたとき、ダーガーは、スローアウェイと答えたとされる。33歳のとき、教会に養子を申請するが却下。だが諦めきれず、何度も申請し続ける。愛読書は20世紀初頭に出版された、自動書で、孤児や迷子など、親なき子の冒険小説だった。 一番のお気に入りは、フランク・バウムで1900年に出版されたオズの魔法使いは、初版本と続編13冊がすべて揃っていた。他には、ハイジ、オリバー・ツイスト、クリスマス・キャロル、ニト・物語、ペンロードなどもあった。19世紀のベストセラー、アンクル・トムの小屋も部屋から見つかった、黒人奴隷の解放をテーマにした、この本は、非現実の王国で、の執筆に、 思想的影響を与えた。リンカーン精神白弱寺施設には図書館があったので、ヘンリーはここで読書を続けていたと思われる。ダーガーの部屋は2000年に取り壊された。8歳の時に洗礼を受けて、以来、ダーガーは熱心なカトリック信者だった。彼が勤めた3つの病院のうち2つはカトリック系だったので、神父や修道所と過ごす時間も多く宗教儀式にも親しむようになる。 働いている間は少なくとも、日に1回、引退してからは日に4、5回、近所の教会のミサや生体配慮に通っていた。彼の部屋からは、聖書や祈祷書は、もちろんのこと、キリスト像やマリア像、宗教画やロザリオなど、たくさんの宗教関連の品々が見つかった。非現実の王国でには、十五年間にわたって、作成された千百四十五ページの作品が、 あり、15冊の密集したタイプのボリュームで60年にわたって作成されている。ダーガーは雑誌やカタログから切り取ったトレース画像の手法を使用してストーリーを説明し大きなパノラマの風景に配置し幅30フィートほどの大きさで両側に描いた水彩画で描いた。暫定的にクレイジーハウスシカゴの冒険というタイトルのフィクションの2番目の作品には 1>, 1万を超える手書きページが含まれている。王国の後に書かれた、女児史の主要なキャラクターを取り、シカゴに配置し、以前の本と同じ年の間にアクションを展開する。1939年に始まった、それは悪魔に取り憑かれ、幽霊に取り憑かれた家の物語であるか、それ自身の邪悪な意識を持っている。子供たちは家の中に姿を消し、後に残酷に殺害されたことがわかる。 ビビアンとペンロットは殺人が邪悪な幽霊の仕事であることを調査して発見するために送られる。少女たちはその場所を追い払おうとするが、家が綺麗になる前に各部屋で開催される本格的な聖なるミサの手配に頼らなければならない。彼らはこれを繰り返し行いますが、うまくいかない。物語は途中で終わり。ダーガーはクレイジーハウスから救出されたばかりである。 1968年、ダーガーオは、フラストレーションの一部を幼少期まで遡ることに興味を持ち、自分の人生の歴史を書き始めた。八巻にまたがる、この本は、おそらく1908年に目撃した竜巻の記憶に、基づいた、スー・イーティーパイと呼ばれる巨大なツイスターに関する4672ページのフィクションに移る前に、 ダーガーの初期の生活を象実する206ページのみを追やしている。ヘンリー・ダーガー非現実を生きる変貯の小井出幸子は、ダーガーが、はからずも成し遂げてしまった偉業を感化することもできない。人が生きて表現することをアートと呼ぶなら、アメリカ社会の底辺で雑役譜として、生涯を終えた男が、アートの先端どころか、前人未踏の域、アートの最果てに到達してしまったのだ、と語る。 建築家の坂口京平は、ヘンリー・ダガーは、物語を書いたのではなく、もう一つの世界をせっせと紡いでいたのである。と語る。豊かさの基準が一定で、お金がないだけで虐げたれてしまう世界で、埋め尽くされていると思われている今、ヘンリー・ダガーは、アウトサイダーアートというよりもアートの語源そのものである。生き延びるための技術を示しているというように思う。ありがとうございます。